これからの寒い季節に食べたくなるラーメン。その向こう側に見えるのは電車。 JR 東海道本線のホームにいます。ご覧ください。なんと一番線上にはラーメン店がオープンするんです。ここは JR 名古屋駅の東海道線の一番線、リニア中央新幹線の工事で2019年から使われなくなったスペースを活用するために整備されました。先月まで世界の山ちゃんのビアガーデンが出店していました。おかげさまで2ヶ月間で約1万人のお客様にお越しいただきまして、非常に大好評でしたので、担当者としてはすごく嬉しかったなと。第1弾の好評を受け、あさってから期間限定でオープンするのが東海地区初出店となる大阪の人気ラーメン店、人類皆麺類です。魚介の旨味がマッチした醤油ラーメンが看板商品。週末には50人以上が並ぶ人気店が名古屋駅に出店する理由は、全国にやっぱり展開していきたいなというところから、ちょうど東京と大阪の真ん中ですね。さらにこの駅地下じゃなく駅中、それはもう行くしかないですよね。130席が用意され、午前8時から午後11時まで営業します。メニューは看板商品の醤油ラーメンに加え、おにぎりや生ビールも。スープも温かくて優しい味で、駅の近くで飲んだ後とか締めのラーメンにぴったりですね。しかも食べ終わったらすぐに電車に乗れますし、体を温めてからすぐ帰れるのもいいですよね。 JR 名古屋駅の線路上にオープンするラーメン店、あさってから来年5月15日まで営業します。